なんかオルタナみたいな感じではないよね、うん、オルタナバンドではないんですよ、うん、オレンジは悪いけど今ね、オルタナって言われてるような人たちとも違うんですよ。失礼しました。ことです失礼しました。オルタナってもう1ミリも書かんといてもらってこの今後書くのとオルタナじゃないかって、ただのロックバンド。前のでまあこうとりあえずその出してツアーも回れて、うん、でまあ、ある程度集客もそこそこね、うん、各地あって、まあ、なんか形にできるなっていう、そのとりあえず一安心みたいな、うん、最初はその出せるかどうかも分からんみたいなとこから始まってるから、うん、なんかこう手応えっていうよりは、なんか、いや、まあ、なんとかなるなっていうのが、分かった、うん、みたいな感じですね。でも、お客さんちょっと増えたなっていうのがありましたね。初めてツアーで、売り切れたとか、ワンマンで、オーバーとか、そうそう。なんか、地方で、ね、うん、チケット売り切れるとかってなかったから、そういう、そういう手応えはありましたね。その音源に関しては、手応えというよりはなんか、なんとか形に自分たちの一個作品の形にして世の中に出せるなっていうのが、まあ、確認できたというか、うん、手応えを噛み締めてる余裕はもうなかったですね、うん、いやまあでもレコーディングが自体が、うん、そのネバーランドでやってたから、うん、もう家の近所のライブハウスみたいな感じだから、まあリラックスはしてましたね、うん、今までのレコーディングとかに比べたら、まあ、急かされる感じが、朝起きて、昼に自転車で行ってやって、うん、で夜までやって帰って寝るって、多分ね、俺がね、やるじゃないですか、うん、全部スケジュール決めて、うん、で、押さえたから、うん、何時更新とかって、うん、まあ、普段のライブともそうなんですけど、はい、今まではもう一人いたりとか、はいはい、あったわけじゃないですか、うん、まあ、そういうのが今はないから、うん、結構舐めてる、舐めてっていうと舐めてギターを弾きに来てる感じ、ここ2年ぐらいで、うん、俺がこっちから見て、ね、変わったなっていうのは、うん、こいつらも舐めてんなっていう感じ環境の変化による甘えがやっぱりそれまでは俺らも誰かとにやってもらってた時は俺らも申し訳ない、この人に迷惑かけたら申し訳ない、他人に夢をかけて、まあ、ちょっとあったと思うんですよ、うん、俺らが今まあいいかみたいな感じに間違いなくなってるんで、それはまあこれを機にちょっとこの週代の機に気に出した後やなんだよ気持ち改めて、まあ今日のホテルのね集合時間とかもそうですけど、お前の取材やメインかな、レッツだな、誰のためにも早起きしてるもう。でもこの前のアルバムから、うん、何やろ、なんか力抜けて、うん、何やろ、一番思うのはもう楽しんで、うん、楽しいっていうのが一番好き、うん、なんか何やろな、やっぱリラックスしてるから、楽しいな、めてるわけじゃないんだよ、いやいやいや絶対なこれはでも間違いなく楽しい、うん、なんか音楽楽しくやれてるっていうのが一番、まあでもまあ兄貴が頑張ってくれてるっていうか、あれのね、こういう時にそう言っといたらいいと思う